インプラントとは、体内に埋め込まれる器具の総称である。医療目的で広く行われ、失われた歯根に変えて革骨に埋め込む、人工歯根、骨折、リウマチ等の治療で骨を固定するためのボルトなどがある。心臓ペースメーカー、人工内耳の埋め込み部分のように電力が必要なインプラントもある。通常の機械のように優先での電力供給はできず、電池交換も難しいため、 電磁誘導や長寿命の原子力電池などが使われる。美容目的、特に包教目的でちぶさに埋め込むインプラントや胸、ふくらはぎ、腹部など筋肉のインプラント、ファッション目的や制御として、皮下や粘膜下に埋め込むインプラントもある。長方目的で埋め込まれるものも確認されている。薄色や刺繍病などで歯を喪失した後に、チタン性あるいは、 チタン合金製の支柱を顎の骨に埋め込み、それを土台として歯を修復する治療をデンタルインプラント治療といい、使用されるチタン製あるいはチタン合金製の支柱をデンタルインプラントという、骨の中に埋め込んで用いるという点では、関節の再建や骨折の固定に用いられる各種整形外科インプラントと同じカテゴリーに属し、学術的にこれらは、 骨内インプラントと分類されている。最近では、デンタルインプラントを、単に、インプラントと呼ぶ名称も一般化している。デンタルインプラントの同義語には、高校インプラント、歯科インプラント、人工歯根などがある。インプラント治療は、従来の取り外し式の技師やブリッジと比較して、機能的、心理的に優れていること、周囲の歯を削ったりする必要がないことなどの利点が、 あげられる。最新の統計では、日本でも30歳以上の成人において、50人に1から2人が治療を受けている。一般的な歯科治療法となっている。一般的な治療の流れは、インプラントを骨の中に埋め込み、インプラントと骨が十分に接着するのを待ってから、その上部に歯を作成する。インプラントと骨が接着する過程を骨結合と呼び、通常は、 2から6ヶ月を要する。インプラントを埋め込む前に骨を増やす手術などが必要な場合には1年以上待つこともある。外科手術が必要であり、事故や合併症のリスクがあることが報道でも取り上げられ、インプラント治療の安全性の確保に対する意識が高まっている。インプラント治療の成功の鍵を握る一つの重要な条件は、インプラントと骨が十分に接着し、 インプラントが顎の骨の中で動揺することなく安定することであるがその安定が得られず失敗に終わることも相当数ある。失敗の確率は症例の難易度や患者の骨の状態などによって異なり、比較的簡単な症例でも8から9%程度、難しい症例では10から15%以上に及ぶこともある。近年、インプラント治療を大きく進歩させる。 潜在性を持つ技術、インプラントの光機能化が開発され、臨床応用も急速に広まっている。インプラントの光機能化とは、チタンあるいはチタン合金製のデンタルインプラントや、整形外科用の各種インプラントを使用前に適正な条件の光で処理することにより、インプラントが骨と接着する能力や周囲に骨を作る能力、いわゆる骨結合能力を 飛躍的に高める技術である。この現象、効果、並びに、メカニズムは、UCLA 私学部の小川隆博教授により、発見された。近年の研究では、光機能化により、インプラントの成功率の向上、接着に要する期間の短縮、より侵襲の少ないインプラントの使用の拡大を、示唆する結果が得られている。インプラント治療の安心と安全を向上させる。 技術として大きく期待されている。この種のインプラントは脳に組みまれる。スウェーデンのロバート・ネスランドは1978年にアテネの病院で最初の装置が摘出された。回収された装置は調査目的でアメリカの病院に預けられたが、大学側はそれを預かった事実を否定した。結局、ネスランドは調査結果を知らされなかった。 彼は米国から帰国すると警察に拘留され、釈放後の1982年に新たな装置が東部から見つかった。これは細かく破砕されてから摘出された。1987年にもジャカルタで再び新しい装置が摘出された。術後のレントゲンにはキノコ型の装置がくっきりと映っている。1980年代に これらの事実を様々な団体に訴える活動をする間、何者かが自宅にマイクロ波を浴びせ続けて、彼は居住不可能なほど健康を害された。5年ほど活動を停止した後、1990年代に再び活動を始め、被害に苦しみながら活動を続けている。1960年代に大学を卒業したローズマリー・シュバルツは70年代に、 頭の中で声が聞こえるようになった。声は彼女の生活にコメントし、80年代にストックホルムへ引っ越すと干渉が激しくなった。1993年11月に機会を得てレントゲンを撮影すると装置が頭部に移って見つかった。また、ロンドンのニトゥンバ氏は装置の移ったレントゲンとともにネスランドへ送った手紙の中で次のように述べている。 脳送信機は説明も合意もなく処置されました。許し難いのは私の資格、思考、イメージ、聞くことなどすべてが犯人たちにも共有され、彼らが私の人生を破壊するために大がかりな工作をしていることです。プライバシーなんてありません。突然、見後の犠牲者になったのです。この苦しみは1988年6月に始まりました。 装置の働きにより不定期に遅れて既士感が起こるので、この自覚症状で精神病や神経症による被害妄想と区別される。ありがとうございます。